ばんは、あいかです。今日はマキア8月号の付録を開封していきたいと思います。はい、今月のマキアですね、こちらバーン。表紙のメイク可愛いと思ったらね、やっぱちぎらさんなんですよ。私がこう、あ、このメイク可愛いなと思って、誰がしたメイクだろうと思って見るとちぎらさんっていうこと結構あります。で、今回の付録なんですけれども2つあります。1つはですね、こちらイプサのザ・タイム・アール・アクア、言わずと知れたあの大人気の化粧水ですね。こちらの12ミリサイズのボトルが付録についています。そしてもう一つがこちらですね、全身美圧カッサ。一つずつ見ていきたいと思います。まずイプサの化粧水ですね、12ミリリットルサイズで約6回分ということです。イプサのこの化粧水は発売した時にですね、1本使ったことがありまして、使用感としては、ちょっと違うかもしれないんですけれども、あのアクセーヌの水色の結構大容量のあると思うんですけど、あれ好きな方はこちらお好きだと思います。手に出すとね、テクスチャーはサラサラです。で、香りも特になくってですね、サラサラなんですけれども、肌になじませた後ですね、こうやってすると肌がすごいこうムチッとしているというか、吸い付くような感触になるんですよね。で、私はこれを使う時はコットンを使うようにしているので、コットンたっぷりとって本当にこう浴びるようにつけるようにしています。なのでね、これちょっと久しぶりに使いたかったので、今回マキアの付録になるっていうのを聞いてね、すごい楽しみにしてたんです。で、こちらアルコールフリーなので、私みたいにちょっとアルコール分が苦手っていう方にもおすすめです。現物はですね、こちら 200ml で4000円になります。ボトルのね、形状なんかもすごくおしゃれなので、気になる方はぜひ現物イプサのカウンターでチェックしてみてください。で、もう一つカッサですね、こちらです。はい、この形、これもうプラスチックなので、そのシリコンみたいに曲がったりとかはしないです。このカーブのところですね、左右で角度が違っていて、どちらもデコボコになっています。で、使い方としては、ここのところこう足とかの広い面積にこんな感じで使ってもいいし、こういう先端を使って押してもいいし、この角の部分はこういう感じで流したりするのに使えるそうです。このね、複雑な形のいろんな面を使って、このボコボコだけじゃなくって、こういう部分ね、いろいろ使って全身こう押したり流したりできるツールのようです。私実はカッサ持っていなかったので、これ使いたいと思います。特に夏場はこうお風呂上がっても、冬みたいに寒くてすぐ着込んだりしないので、こう肌の露出部分が多いじゃないですか。なのでボディケアもただ保湿するだけじゃなくて、マッサージとかね、ゆっくりできるのは私は夏なんですよね。なのでちょっとね、さっぱりしたテクスチャーのものを使って、これでゆっくりケアしたいなと思います。ちなみにこちらのカッサの使い方はですね、本紙の中の閉じ込みの216ページから、全身美圧カッサでスッキリ美汗ブックっていう閉じ込みの使い方ブックみたいなのが入っているので、そちらをね、参考にすると使いこなしやすいんじゃないかなと思います。マキアもですね、本紙の方は今回ベストコスメの発表がされています。内容ね、結構似ているとこもあるんですけども、やっぱその雑誌ごとのね、特有っていうんですかね、多分読んでいる層によってランクインしているアイテムとかも変わってくるので、他の美容雑誌も購入された方は比較とかしてみてください。まあ、美的の方でもそうだったんですけども、マキアでも私が今回ちょっと楽しみにしている特集は、やっぱ夏特有の日焼けとかですね、ホテルとかそういったケアですよね。あとはその美白アイテムの特集のところで、私が前から欲しいなと思っているあのエクサージュ の小分けになったホワイトニング VC チャージャーっていうやつですね、28本入りのやつなんですけど、あれがまた載っていて、あ、やっぱこれ欲しいなってすごい今思っています。メイクページもすごく私好みのメイクが多かったので、真似して手持ちのものでちょっと再現とかもやってみたいなと思っています。この時期っていうのはこうベストコスメ発表されて、あ、そういえばこれちょっと気になってたなっていうのを思い出したりとかですね、まあ、夏メイクももちろんなんですけれども、やっぱスキンケアとか、あとボディケアとか頭皮とかですね、気にしなきゃいけない部分がすごく夏場って増えますよね。私も今はちょっと毛穴カバーと毛穴の汚れ落ちですね、その辺強化していて、ボディだと私はこうリンパ流すのと筋肉をねちょっとつけたいんですよね。その辺とあとは背中のケアですねとかこう言ってたらキリないんですけれども、結構ケアしたい部分があるので、今月のね美容雑誌参考にして頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今回はマキア8月号の付録を開封していきました。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。